被災直後の視覚障害者支援。講師は社会福祉法人岐阜アソシア部長の棚橋君雄さんです。被災者の状況と支援の準備ということで、実際に避難所に行かれる前の視覚障害の方々がどういう状況だったかということを、実際現地に行った、状況と含めて、お話ししたいと思います。で、被災者っていうのは最初にですね、まず避難所は移動できるのかどうかっていう判断する材料がなかなかないんですね。で、当然視覚障害ですので自分の家のことはよく分かってはいるつもりでも、実際後でちょっと写真を見て説明をさせていただきますけども、まだ家が建っているというのを触って分かるぐらいで、例えばガラスが割れるとかひびが入るとかっていうのは触れるっていうことがありますけども、実際にはなかなかそういったまず自宅の状況が分からないと。それから当然知った避難所であったとしても移動手段、当然道がどういう状況になっているかが分からないので、行くこと、単独で行くことがなかなか難しい。それからあとは想像なんですけども、避難所で一体自分が移動とかいろんな支援が受けられるかどうかっていう不安も持っていらっしゃいます。それから視覚障害だけではなくて他の障害を持っている方、当然糖尿の方とかインシュリンを打たなきゃいけないとか、目薬が必要だとか、そういった、ものが今実際にあって、それがいつ今度は手に入るのかっていう不安から、なかなか避難所に行こうとすることを躊躇される方が多いと思います。で、ただ行こうと思ったとしても建物の中は、当然自宅の中はいろんなものが散乱しているはずですので、そういったものの中から自分が必要なものを探して持ち歩くっていうのはなかなか難しいかと思います。じゃあその支援者は、私もそうなんですけども、実際に災害が発生していくからその現地の状況をニュース等でしか知りません。で、ただ支援をする場合としてやっぱり情報の取得、それから自分が例えば支援に行く場合に支援ができる期間、当然の別の仕事をやってますので、その時間の確認でどこまで行けるのかっていうこと、それから今既存でも自分が持っている仕事が他の人に頼めるのかっていうことを含めて、そう準備をします。で、あとは行くための準備ですね。装備とか食料とか移動手段、熊本でも岩手でもですね、例えば、岩手の場合だったら直接飛行機が出ていませんでしたから羽田経由で岩手に入ると。だから岩手から入ったら、じゃあどうするか、盛岡までは行けたとしても盛岡で車を準備してっていう感じで行きます。で、それに伴う、装備、食料、こういった大荷物になるんですね。で、熊本の場合は実際に必要な支援物資も持っていったので、それは事前に現地ではなくて福岡の図書館の方に先に送って、それを受け取るために福岡に入って、そこから熊本に移動するということを含めて準備をします。で、あと一番大事なのが、現地ではやっぱりどういった人間が入ってくるかわからないということで、実際私が入ったご自宅、視覚障害のご自宅でも家の斜め前が、空き家になってですね、そこでテレビが盗まれたとか、そういったことも実際にありますし、他の警察とかが、入ってですね、不審者の立ち、チェックをしていたり、私も一人で行動していたときは車に表示はしていますけども、実際には、その警察から声かけをされたこともあります。で、現地支援に入った場合に一番最初にやっていただくことは、とにかくどこに誰がいるかという情報なんですね。で、そこでは拠点が必要であって、あとはリストですね、支援、当事者団体とか視覚障害者支援施設の関係、利用登録をされているリスト、それから一番あといつも課題になっているのが身体障害者手帳の保持者のリスト、これはもう行政に交渉するしかありませんけれども、で、
当然いろんな団体が支援に入っていますので、ここに書いてあるような赤十字とか日清連だとか、本当に多種多様な目的を持った支援団体が入ってきています。そういったところとどういった連携を取っていくかということがすごく大事になります。でいざ訪問するにしても、そのリストはすごく大事なものなので、守秘義務が課せられますし、当然ご自宅に行ってもなかなかないということで、周囲の避難所を回ったりします。でそれに伴うどういった支援の内容であったかということを記録をしていきます。でこういったことをやっていくわけですけども、現地ではちょっと実際の写真を見ていただきますけども、行こうと思っても、例えばこれは東日本大震災の、岩手県の写真なんですけども、がれきをどかしているだけで実際にはもうなかなか車で進めない。それからだいたい大きなところは通行止めになるんですけども、こういった少しのひび割れのところは全部チェックがされていませんので、こういったところも、急に現れたりします。とにかく現地、その視覚障害の方のところに行こうと思うと、これだけの、障害が出てきます。でここは熊本の益城のところなんですけども、歩けるなと思って車で行けると思ってもやっぱり余震やなんかでどんどん崩れてきていると、こういった中を歩いていくっていうことが必要になっていきます。それから自宅なんですけども、これも、2つとも、岩手県の状況ですけども、左側の写真は、大船渡で見つけた写真のご自宅ですけども、もうがれきで1階部分は全部埋まっていて、あれだいたい壁に丸と書かれているのはもうあれは壊していいよということで、ここには誰も住んでいないことが分かります。右側の写真はこれはもう土台だけで流されてしまった視覚障害の方のご自宅になります。でここからやっぱり周囲の避難所なりを探していくということになります。で訪問先として、これは神戸の方なんですけども、自宅は大丈夫、立っているから大丈夫だということで、住んでいらっしゃったんですが、実際にはこうやったこう床根元が折れてしまっている、壊れてしまっている、つまり家がひし形になっているような状態なんですけど、触っては柱は折れてないのでそこまで確認ができない。で実際ここは外部からチェックが入って赤紙が払われている。赤紙というのはもう危険だから倒壊をするという恐れがあるということです。でじゃあ避難所はどうなのかというと、これは左側は、ちょっと古いですけども、神戸の市役所の、ロビーです。1階のロビーがこういう状態で被災者であふれ返っています。このような中で移動すると、視覚障害の方たちが、支援を受けるということでは、ただいるだけはできるかもしれませんけども、トイレの問題だとか、食料の問題だとかが課題が出てきます。右側は公園にできた、ブルーシートを張って避難されている状況です。でどんな支援が必要かというと、最初にはやっぱりそのリストをもとに安否確認をしていきます。しかし、本人だけじゃなくて家族もいらっしゃいますので、その状況を確認していきます。で被災状況というのはご自宅の状況も、確認をして情報提供をしていきます。で必要であれば、簡単な補修ですね、屋根の雨漏りだとか、そういったことは行っていきます。であとは、物資の支給ですね、食料、医薬品、それから一番大事なのがこの視覚障害関係の、支給、杖、時計、いろんなことがありますけども、意外と避難所に行かれる方は、音声のラジオとか持っていても実際にはイヤホンとかがないとか、あと白杖もなかなか持ち歩けてないとか、あと時間がわからないということで時計を希望される方が多くなっていました。で生活というか避難所でのある程度、落ち着いてくると、こういった血圧計だとか体調に管理するようなものが含まれています。いずれにしてもこの被災直後っていうのは、何もかもが初めてのことで何もわからない状況で、電気やライフラインも来てませんので、視覚障害の方たちはまずはやっぱり自宅にいようという考え方のが、多かったような気がします。はい、以上です。